フルタゾラムは、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬の一種で、消化管機能安定剤として用いられる。短時間作用型。日本では、商品名コレミナールで発売されている。連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。過敏性腸症候群、慢性胃炎、胃潰瘍。 十二指腸海洋の消化器系心身症に対する有効率は有効以上62.9%。症状別には、便痛以上、腹痛、腹部膨慢感、不快感、悪心、嘔吐等の消化器症状に効果。呼吸器、循環器系の心身症、自律神経失調症、神経症等に対しては、ジアゼパムに必死特に優れた特徴は見られず。脳にある、 神経受容体に結合することにより神経を活性化させる。中脳模様体障下部大脳変炎系に抑制的に作用する。潤化作用と条件行動抑制作用はジアゼッパムとほぼ同程度の効力であるが筋弛緩作用はジアゼッパムより弱い。眠気、硬活、めまい、ふらつき、立ちくらみ、倦怠感、頭痛、集中力低下。 ふらつき、脱力感など。少人時及び市販後使用成績調査で1011例中、副作用が報告されたのは179例。日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が、 追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。キー反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。 調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ありがとうございます。